ワオ様。こんにちは、ドギです。相変わらず梅雨梅雨梅雨、もう雨ばっかで困っちゃいます。今日はね、もうタープ張ってます。うちには犬のヒュージロー、リクガメのジョージ、そしてね、新たに猫の春巻きが家族に加わりました。今日はね、春巻きのためにね、キャットタワー、これを作りたいと思います。キャットするようなものをね、作っていきたいです。よし、やろう。どれぐらいだろうね、1800でいいんじゃないかな、高さ。これが主になる柱。とにかくこう上にちっちゃい家みたいなの作ってやろうかなと思ってます。1段2段3段でミニハウスみたいなね、お得意の 2x4、 これをね重ねれば柱になるんで。端っこはやっぱり下穴開けないとね、割れちゃうんで。よし、柱完成。土台も作らなきゃいけないからね、ちょっとね重くなる予定なんでね、900の45。面を取りたいね、やっぱね。トリマーでこういう感じになります。これで止めちゃいましょうか。75ミリのビスがない。せや、柱をこうしてつけるんですが、これでついたんですけど、45度の補強をつけます。後ろはいいかなと思ったんだけど、こういうものを3つ作れました。バッチチョキですよ。あ、これちょうどいいじゃん。立派な土台になりました。どうだい、どれぐらい、まあ、300ぐらいでいいよね。300を4本まずちょっと作っちゃいますね。すげえ雨降ってんじゃんかよ、もう。雨ばっか降りやがってバカ野郎。ここは何センチ、こういう感じです。これでですね、こいつをつけるわけですけど、こんな感じですね。面取りしましょう。これをあと2つ作ります。結構大変だな。はい、あっという間に3つできました。おっと、あの柱にくっつけていきましょうか。ピョンと乗って、ピョンって乗って、ピョンって乗って、ほ、450 900 1350。どうかな、登れるかね。1段目、くそ、ここにぶつかりました。切ります。フリーハンドでいきます。ぴったりだ。止めちゃいましょう。次はここです。高い気がするんだけど、まあ猫だったらこれぐらいいけるっしょ。ぽくなってきた。3段目、下穴をめんどくさがっちゃうとね、いい仕事できませんからね。ちょっと重いけど、ぴょんぴょんぴょん、小屋ちょっとめんどくさくなっちゃったな。いや、作ってあげよう。420を5本、まあ勝ち。430、こんな感じで台を作ります。えい、最上階の台ができましたね。こうしてピョンと、いいかもしれない。この余ってるのでいきましょうか。あ、これでいいや、最高だ。大したもんだ。ここにやっぱ一回ステップが欲しいから、300の400の小屋、高さは350、これでいきましょう。もう箱です、ボックス作ります。くそ、雨降ってきた。濡れちゃうじゃんかよ。それではここに枠を作ります。枠が2つできました。ワクワクしちゃいます。したらこいつを止めます。ちりばつです。春巻きボックス、ジグソーちゃんで入り口を作ってあげます。異常事態、なんで切れる。ちょっとカメラが調子悪いです。大丈夫、バッテリー変えたからバッチリかな。327、
みゃーしたら屋根になる部分ですね。325の403、こいつで蓋をする。そしたらばですね、この上に止めますね。いいね、下から止めちゃうぞ俺は。いい感じだぞ、完成。ちょっとハプニングはありましたが、ピョン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 、この中に入れると。じゃあね、これから届けに行きたいと思います。大丈夫か、一回下ろして。ギリギリだ。よし、ハル、よし、ハル、登ってみろ。あれ、この上、よし、この上登ってみろ、この上登ってみろ、この上登ってみろ。入った入った入った。お、気に入ったみたいです。はい、ということでですね、今日はキャットタワーを作りました。意外に大変でした。バイバイ。